こちら三菱電機が開発したパズルキューブを解くロボットです。研究に研究を重ねてついにギネス世界記録を達成しました。その記録 0.305 秒。速さを追い求めて高速かつ正確なモーターを6面に取り付けています。そしてカメラで色を正確に認識します。詳しくは三菱電機の公式 SNS をご確認ください。